ヒューゴ・ビル・イエルはスウェーデンの画家であるストックホルムに生まれた。父親は版画出版の仕事をしていた。1870年から1877年までスウェーデン王立美術院で学び、1877年に留学の奨学金が与えられるロイヤルメダルを受賞した。スウェーデン王立美術学校予備課程時代の同級生にはカール・ラーション、ペール・エクストレム、 アーンシュト・ユーセフソンがいる。1877年にパリへ留学し、1878年の夏はスウェーデンの画家カール・ラーションとフランスの風景画家が集まったバルビゾンで過ごした。1879年にサロンド・パリに初めて出展した。1880年には女性を描いた人物画を出展した。1881年からスペインを旅し、 1882年にグラナダでマチルダ・ダガデアと結婚した。夫妻はパリやグレーシュルロワンに滞在した後、グラナダに戻った。グラナダから北アフリカを訪れた。この旅で一連のスペインやアフリカの風景を描いた作品が生まれた。その後もパリやスウェーデンのヨーテボリや海岸の街で作品を描き、サロンドパリに出展を続けた。 1887年に健康を愛し、パリからスウェーデンに戻る途中にヘルシンボリのホテルで、没した。33歳であった。ありがとうございます。